秋谷官兵衛は備中福山の城主阿部伊勢守の国家老で700石頑固一徹なところから家中の者に牧屋の官兵衛殿とあだなされているが一面また実に分かりのいいところがあってことに若い連中にはいい人気を持っていた。数年前妻のおのぶに先立たれまた子がなかったので江戸屋敷で留守居役を務めている弟牧屋連兵衛の次男直次郎を引き取りゆくゆくはこれに跡目を継がせようというのでずっと手元で育ててきた。ところでこの直次郎が一通りの青年でなかった。色白の美男で武芸もでき学問にも秀でているが何しろ目から鼻へ抜けるような性質で15万石をぐわっと抑え込んでいる官兵衛が直次郎のためにはいつも見事な背負い投げを食わされる。なんという面の皮の厚いやつだと思うがそのたびに行けなかった。そしてこのところしばらくいたことがないと思っていた途端またしてもお笛引き取りという大穴に引っかかったのである。しかも芸妓上がりの女を妻にめとってくれというのだ。今度こそはごまかされんぞ。官兵衛も今度ばかりは呆然となった。呆然となったがしかしどこまでもいかんとは言わなかった。それには訳があるのでとその訳は後に記すことにしよう。直次郎は正月28日主君伊勢の神に従って江戸へ発足した。出立するとき直次郎はたった一言おじゆえ、お預け申しましたぞ。と言ったきりだった。官兵衛は、よし、預かった。だが、預かった以上、万一不始末でもしでかしたら、断りなしに切って捨てるから承知しておれ。と言った。官兵衛のつもりでは、どうせ若い直次郎のことだから、女の歓迎に惑わされて当座の熱を上げているのだろうくらいにしか思っていなかった。女もまた直次郎が牧屋家の跡取りというところに目をつけたのであわよくば国家老700石の奥に直ろうという魂胆に相違あるまいとすれば1年の江戸裁判を幸いその間に十分前後の措置ができると考えたのだった。お笛は屋敷内の西隅にある直次郎の住まいの茶室作りになっている離れにお寄付していた。そこは前庭が四条流の風雅な戦績で中庭の方の茶室とは別に官兵衛が時折自分一人で茶を楽しむ場にしていたのである。直次郎が発足して2、3日経ったある日のこと、官兵衛が盆栽いじりをしていると離れの方からお笛が静かにやってきて、失礼ながらお手伝いつかまつりますと言った。見ると海外しく袖をからげて水桶を携えている。何をするかと黙って官兵衛が見ていると
鉢植えの一つ一つを丁寧に洗い始めた。そんなことをやったことがあるのか。いいえ。つつましく頭を振りながら微笑する。とても芸儀などしていたものとは思えぬあどけなさだ。勘兵衛はむっつりしたまま。機嫌取りのつもりでするならやめにせい。わしはおべんちゃらが大嫌いだぞ。この真菓子碗を割っております鉢は白磁とか申し品でございますか。白磁とか青磁とかそう大雑把に言われたら困る。それは白磁のうちでも上州の白といって往来の珍物じゃ。上州の白、ありがとう存じました。こっちの方に、これは古備前物で両親の作と伝えられるが、比べてみると違いがわかるであろう。勘兵衛の手からお笛は楓の鉢を受け取ってしげしげと眺めていたが、やはり上州の方が同じ白でも色に深く澄んだところがございまする。それを白の秘色という。姫の細やかな手触りにじっくりと集められたところもやはり上州の方が優れているように思われます。白魚を述べたような指で赤ず蜂の肌を撫でる様子はどうやら軽薄な機嫌取りでもないらしい。勘兵衛はいつかすっかり誘い込まれていた。こっちへ参れ。薩摩の政治を見せる。どうぞお願いいたします。それから一時余り勘兵衛は熱心に庭中お笛を連れ回った。どうも俺は人がいい。そのよ、勘兵衛は後悔していた。あいつめ、焼き物が分かりそうなふりをするものだからつい床と引っかかってしまった。こんなことではとても性根をつかむことはできん。今度からごまかされぬよう用心してかかるぞ。密かに固い決心をした。その明くる日、下城した勘兵衛が庭へ降りていくと、お笛が離れの奥からやってきて。お帰りあそばしません。お疲れでございましょう。お恥ずかしゅうござりまするが、粗茶を入れました。どうぞお立ち寄りくださいませ。恥じらいを含んで微笑しながら言う。勘兵衛は不機嫌に唇を結んだまま、黙って奥への後からついていった。部屋のうちは塵一つとどめず、きちんと片付いた床に、古風な錆びつきの鉄髪に、鮮やかな鶴もどきの紅と気がはせていた。心にくい手並みだ。塩越しでございます。茶を入れて出す。見ると盆の上にはこのものが添えてある。これはこのものだな。はい。町屋は知らぬこと、武家では茶受けにこのものなどということはないぞ。他人が見たら町屋の恥になる。それくらいの所存はありそうなものではないか。心つかぬことをいたしました。今後は注意つかまつりまするゆえ、どうぞごめんくださりませ。せっかくじゃ、今日は引かずともよい。そう言いながら箸を取る。
時に口へ入れて勘弁驚いた。恐ろしくうまいのである。妻が生きていた頃もかつて一度もこれはうまいと思ったことのないこのものである。ことにこの数年はまるで漬物なんぞに興味は持たなかったが、その一切れは全く舌を驚かせた。これはそちが漬けたか。はい、本の真似事に。勘弁は茶を変えながら無理に気難しく空出来をしてところでその方、直次郎は直次郎をどう考えておるのか。と仰せられますると、直次郎はわしにその方をめとってくれと申した。お笛の頬にさっと紅がさした。さしてはおろうが、武家というものは諸事格式の厳しいものだ。近来は商家から嫁を迎え入れるものもないではないが、それさえ極めてまれなこと。ましてその方のように一度芸妓勤めなどした体では正式な婚姻などなかなか難しい話だ。しかしそれとても神かけてできぬというわけではない。ないけれども、直次郎はわしの跡目を継ぐからだ。万一血統でも濁るようなことがあれば先祖に対して申し訳がない。血が濁ると仰せられまするは、家業柄その方の体が今まで潔白であろうとは思われぬと申すのだ。潔白でございます。お笛は静かに目を上げた。中止で座敷勤めに出ましてから6年の間、もっぴきさせぬ危ういおりは両三度はござりましたけれど、私体だけは正常に守り通してまいりました。どうぞお信じくださいませ。だがこればかりは証拠がないでの。奥へはぎゅっと唇を引き締めたが、失礼ながらと膝へ手を置いていった。あなた様にはお上を独害してお家を横領しようというご野心がござりましょう。な、何を言う。突然のことに勘弁は仰天して、冗談もことによるぞ。この町屋勘弁に逆進ありとはどこを指して申すのだ。では逆進なしと申すご証拠がござりましょうか。お笛は悪びれぬ調子で、女の操とて同じこと、この通り潔白といってお目にかける証拠はございませぬ。けれど卑しい勤めをしていたからというだけで、そのお互いは悲しゅうござりまする。もうやれもうやれ。勘弁は驚いて、その顔に似合わぬ理屈屋だな、その方は。いずれにせよ真偽は現れずにおらぬものじゃ。それまでその方の言葉を信じておるとしよう。いや、邪魔をした。茶碗を置いてた。気がついてみると、いつか小鉢の衣のものをすっかり平らげていた。勘弁はぶっきらぼうに、この次も茶桶には衣のものを頼むと照れくさそうに言いつけて立ち去った。向こうの気持ちを試しみるつもりが、逆に一本突っ込まれて見事にやられた形である。それにしてもあの場合、ちょっともすかさずに即妙に対応した知恵は芸妓育ちとは思えぬ鋭さ。生まれながらにして目端の利く性質か、あるいは世間ずれした悪知恵か。まずはそれを突き止めてやろう。勘弁何やらうなずいた。の音に合わせて日中節の渋い歌声が上々と聞こえていた。
珍しいや、くつろいだ官兵衛がお笛に歌わせながらさっきから一人杯をあげているのである。官兵衛に強いられて二三杯舐めたお笛はまぶたのあたりをほんのり染め、どことなく体つきに生むかしさが匂っていた。まあ一杯愛をせい。もういただけません。お笛は三味線を置いて、こんなに頬が熱くなりましたもの、お酌をさせていただきます。そう言わずと飲め。わしも久方ぶりで快く酔ってきた。もう歌はやめにしてこっちへ参れ。はい。素直に膝を寄せてくる。官兵衛は水眼を向けながら、芸妓の頃はお笛とか言ったの。はい、本名のお笛をそのまま。武家風に固く装ってこれくらい美しいのだから、その頃はさぞあでやかであったろう。どれ、もっとこっちを向いてみ。恥じらいながら少しも悪びれず笑顔を向けるお笛。官兵衛はつと手を伸ばすと、女のしなやかな手首を握って、遠慮はいらぬ、ずっとやれ。そう言いながら引き寄せた。拒むかと思ったが、相手はそのまま嬉しそうにさえしながら膝をすり寄せる。むっと鼻を撫でる温かい肌の香り。途端に官兵衛が、おへと鋭く言った。人目のない離れで酒を囲み、たとえ直次郎の叔父ではあれ男のわしにこう手を取られて拒まぬのみか。嬉しそうに体を寄せてくるその方の様子、これが今まで潔白に身を辞してきた女の態度か。ぎくりとしたお笛が慌てて引こうとする手首を官兵衛は力まくさに突き放して、二三杯の酒に本性を出しおってもう言い訳は通るまいぞ。どうだ。お笛はそこへ両手をつき、表を伏せたまましばらくは声を飲んでいたが、やがて静かに顔を上げて、恐れ入りましたと行き詰まるような声で言った。初めからお計り遊ばしたものなれば、今さら何を申し上げてもお取り上げはなさりますまい。けれど一言だけ申し上げます。言い訳なら聞くまでもないぞ。ただお聞きしてくださりませ。お笛は表を伏せて続けた。直次郎様からお聞き及びかとは存じまするが、私は生まれ落ちるとから父母の顔を知らず、元屋敷に仕えていた松蔵と申す男のもとで育てられました。父は越前家で馬回りを務めていましたとか、司祭のほどは存じませぬが、殿のご歓喜を被って切腹、母も共に自害いたしたと松蔵の話に聞くばかり。その後事情あって卑しい世界に身を落としましても、一日半時として亡き父母を思わぬことはござりませんでした。お笛は突き上げてくるものを抑えるようにしてしばらくは声を飲んでいたが、武士の娘だ、父の名を汚してはならぬ。どんな必死の場合にもこれだけは忘れず、そのために数えきれぬ苦しさ辛さを味わいながら、ミサオだけは汚さずに参りました。こちらへ引き取っていただきました日、お庭であなた様にお目にかかりますと、どうしてか知らず不意にあなた様が父親のように覚えて、今日までよく正常に身を守ってきたな、褒めてやるぞと言われるような気がいたしまして、思わず嬉し涙にむせんだのでございます。
ご迷惑とは存じながら盆栽のお手入れのお邪魔をいたしましたのも、粗茶にお入れを願って手作りのお笑い草を差し上げましたのも、うつけながら密かに父と存じ上げていたしましたこと、できることならお膝にすがってたった一度でも父上様と甘えてみとうござりました。それがついたしなみを忘れさせ、今のお戯れをそうと知るいともなく、まことの父に手を取られたかのように覚えて、前後も忘れた嬉しさに思わず。それまで言うとお笛はついにたまらず、そこへふっと泣き伏してしまった。勘兵衛はいつか座り直していたが、くすんと鼻を鳴らすと急いで妙な空咳をしながら、泣くな、泣くやつがあるかと取りなすように言った。趣向の冗談を本気にされては困る。もういいから泣くのはやめにせい。そして面倒でなかったらまたあの漬物を出してくれ。魚の口を直してもう一産地層になろう。すっかり冷めたぞ。はい。結びながら手をつくお笛の震える肩先を見合った勘兵衛の胸に、覚えて以来かつて感じたことのないふんわりと甘く温かい愛情が強く強く膨れ上がってきた。またしてもわしの負けじゃ。勘兵衛は一人明るくつぶやいた。左手に大金を下げた勘兵衛が現れた。お笛は微
びっくり、とっさの言葉もなく立ちすくむ。貴様は何者だ。と勘兵衛はずいと踏み込んだ。伝吉はふてぶてしく座り直して、足はその古風への亭主でございます。何、亭主。亭主と申し上げて悪ければ、まあ色とでも申しましょうか。もう三年ほど方、夫婦同然の中でございます。へい。嘘、嘘です。古風は必死に遮った。この者は私が勤めに出ておりました頃、嫌がる者を無理やりつけ回していただけの人、何の関係もございませぬ。冗談じゃねえ。今更そんなこと言ったってどうるものか。現に旦那、こうして新所に忍び込んでくるのも今夜が初めてじゃありやせん。実はこの古風の手引きで3日に明けず会いに来ているのでございますよ。まあよくもそんなそらそらしい。そういうおめえの方がいけっぷてえや。なんだろう、そろそろ金のねえおいらに嫌気がさしたんで、こっちへ寝返りをと。黙れ黙れ。勘兵衛は大声に遮った。お笛、わしはその方を信じている。だがこの場合はこれそれだけでは済まぬぞ。その方はやがて直次郎の妻となるべき体じゃ。相手はたとえごろつきにもせよ、不義があったと申すからには、武士の妻としてただないとだけでは通らぬ。よく落ち着いて所存を決める。はい。お笛は勘兵衛の目をじっと見上げた。勘兵衛の心は激しく痛んでいた。あの酒の日からこの方、勘兵衛は実の娘を一人儲けたように思われて、お湯飲みの浅いお笛を見るのが何よりも楽しみになっていたのだ。しかし嘘にもせよ、かかるぐらいの身に不義ありと言われて、拒絶が判然せぬとすれば、一般の小風呂を務める家の嫁に目取ることはできない。どうだ。と表に強くは言ったが、勘兵衛の心はいじらしさで燃えるようだった。申し上げまする。お風呂は静かに答えた。これはどのようなことがあっても他言はすまいとかねてから誓っていたことではござりますけれど、女が一生に一度の大事、恥を忍んで申し上げまする。伝吉は何を言うのかと息を呑んだ。私が不義をせぬ証拠は、直次郎様と半年近くおなれ申して夫婦の約束までしながら、まだ一度も寝屋を共にしたことがございませぬ。それはと言葉を切った。勘兵衛も伝吉も聞き逃さずと耳を傾けている。それは私の右の胸のちょうどちぶさの下のところに腫れ物がございます。子供の頃から医者も薬も届く限りは手を尽くしましたが、どのようにしても治らず、肌着が荒く触れても刺すように痛みまするし、自分にも耐えることのできぬひどい臭みを放ちまする。そのため今日まで直次郎様とも共に寝屋に伏したことはござりませんでした。ましてこのような人と。何かと思ったら、伝吉はせせら笑って、何かと思ったら腫れ物のことかい。そんなことなら改めて聞くまでもね。命までもと惚れ合った中で腫れ物の臭みぐれなんだ。旦那、こいつは大して内緒事のように言っていますが、わしは今日まで
その腫れ物の薬塗りから当て綿、巻きもめの世話までしてきやしたよ。嘘です。腫れ物のあることさえ知るはずのないお前に薬の手当てができるわけがありません。だって現に世話を焼かしたじゃねえか。いいえ、嘘です。お前はおろか直次郎様にも見せたことのない秘密です。何と言っても嘘に違いありません。強情だな。あの臭い海の始末までさせておいて今になって嘘はひどかろうぜ。おいらには着物の上からでも見えるくれえだ。お笛はきっと官兵衛の方を振り返って、おじ上様、この男の今の言葉しかとお耳にお止めくださりましたか。それでどういたすのだ。ごめんくださりませ。会釈をしたかと思うと右手を袖から打ち入れる。意外にもいきなりするりと肩肌を脱いだ。血のようなもみえが埋めて雪かと守る柔肌が現れた。喉元から胸へ流れる斜めかしい丸みの極まるところに梅のつぶみのような乳首をつけてくっくりと固く盛り上がる乳房。どこに一点の塵もなく梅のようにつやつやとした皮膚は有明安堵の明かりを受けてまばゆいばかりに輝いた。ご覧ください、女が生涯の夫に捧げる大事な体、蚊にも刺させず大切にしてきました。腫れ物はおろか針でついたほどの傷もないはず。おじ上様、ご特進くださいましたか。見届けた、この知れ物。官兵衛が叫んで大金をつかむなど伝吉が稲子のように飛び上がるのと同時だった。待て、転倒した余生で自分から庭へ転げ落ちた。官兵衛は縁先へ出て、命妙がなやつめ、明日とも言わず今宵のうちに立ち退きおれ。さもないと目につき次第切り捨てるぞ、ここのたわけ者と闇に向かって元気に怒鳴り立てた。いやー、驚いたのなんの、さすがの無頼の伝吉も肝を消してつぶてのように屋敷外へ逃げ去ってしまった。あっぱれじゃ、よく機転が効いたぞ。官兵衛は財戻ると大機嫌で、どうなることかとハラハラしたが、あそこまで引き込んでいく手際は立派な判断じゃ。わしもはまりそうになった。お恥ずかしゅうございます。獲物を繕ったお笛は恥じらいに耳まで染めながらそこへ手をついて、女だてらに肌を洗わし、なんとも申し訳ございませぬ。どうぞお忘れ遊ばして。いいとも、他の時ならともかく女の操を明かす必死の場合、武士ならば腹をかけるところじゃ。あいつめ、びっくりして煙のように消えおった。もう再び邪魔には困え。手柄じゃ手柄じゃ。官兵衛は目を細くして踏め立てる。お笛はますます身を縮めながら湧き上がってくる周知を持て余していた。お笛をめとること承知いたし候。官兵衛は江戸の甥に手紙を書いた。そこもと帰藩までには親元も定め置くべく、挙式は来春2月と予定つかまつり候。お笛ことそこもとはただ若気の熱にて引き取りしならんが、国老職を継ぐべき、そこもとの妻として、二つなき女たること、そこもとより、拙者の方が、よく見抜きより候。鑑識のあるところを示しておかぬと、星が聞かぬ。また、そこもとは、
己一人粋な 妻を持つなりとうぬぼれているやもしれねど、そうはバカの一人よがりに候。今こそ打ち明け候。驚くなよ。拙者の亡き妻、すなわち底本のおば、おのぶこそ、拙者若くして江戸詰めの折、終身にて目取りたる柳橋の名義に候。へんにござ候。官兵衛はどうだと言わんばかりに、つるりと額をなでて結びにかかった。しかし、おじおい二代続いての芸妓妻、もうこの辺で打ち止めるべく、底本の子には決して決してまかりなるまじく候。明けてゆく庭先でうぐいすが鳴き始めた。